どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、6月22日、阪神 VS 中日の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、発信が出ましたよかったえー、連敗を2で止めてくれましたね。えー、ソフトバンクにね、連敗した時も、まあ、なんだかんだで2連敗で止めてくれたのでっていうところはあると思いますし、まあ3連敗、まあもっと言うなら4連敗、5連敗ってなってくると、 まあ、その、あんまり言いたくないんですけど、まあ、ファンの民度というか、そういうところも落ちてきますし、まあ、チームのね、まあ、勢いもね、悪くなる、まあ、チームの状態というか、雰囲気も悪くなるというところがあるので、まあ、連敗はね、できるだけ避けていただきたいんですが、まあ、何よりも2連敗で止めれたっていうところは、本当にいいですし、まあ、何よりも、何よりもやっぱね、 えー、投手陣、ほんまに頑張ってくれてますね。助かります。ほんまに助かります。打撃陣頑張れよって話なんですけども、えー、投手陣の方々、えー、試合をしっかりと作ってくださって、まあ、最後に締めてくださってってね、もう助かるわ。ありがとうございます。というわけでスターメンオーダーから見ていきましょう。1番センター近本選手、2番ショート中野選手、3番ファーストマルテ選手、4番サード大山選手、5番ライト佐藤選手、6番レフトサンズ選手、7番セカンド糸原選手、8番キャッチャー梅野選手、9番ピッチャー青柳選手ですね。そして1チームのオーダーがこちらになっ っておりますというわけで、打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね、4打数2安打です。レフトフライ、ライテにヒット、セカンドゴール、レフテイのツーベースヒットです。えー、1試合に1本ずつは確実に打ってくれるような感じになってますね。まあ今日で言うのであれば、マルチ安打と、えー、いい形を作れてるんじゃないかなとは思っております。まあ残念ながらね、その得点につながらなかったという部分はね、まあ長打でもつながらなかったっていう部分に関しては、 まあ、少し残念かなとは思うんですけども、まあ、これに関しては近本選手単体の話ではないので、うん、まあ、得点とか打点とかっていう点であれば、いや、ホームラン打てようとかっていう感じになってしまうと、また別な話なので、あれなんですけども、まあ、近本選手自体の状態はね、まあ、キープしてくれてる、まあ、いい状態というか、まあ、これが普通なのかっていうふうに思えるぐらい、まあ、らしさが戻ってきてるなって感じですね。まあ、今日は関係ないんですけども、足を使えるようになってくると、もっともっと良くなると思うんで、期待しております。 はい、続いて中野選手です。4打数無安打1三振です。三振ショートライナー、ピッチャーゴロ、ピッチャーゴロという感じです。えー、三振に関しては1回も振らなかったんかな。ここに関しては非常にもったいなかったかなと。確かに今日の審判さんは、な、まあ、別にその低めをここ取るんや、でもここをまた取るんやとか、いや、でもここは取らんのかいっていう感じなわけではなくて、全体的にちょっとゾーンが広めあったんかなというふうに僕は感じましたが、 それにしたって、まあ、一気も振らなかったという点に関してはもったいなかったかなとは思ったりします。えー、ショートライナー自体はあたりはそこそこだったので、うん、まあまあまあというふうには思うんですけどピッチャー頃に関してはね、この二つ、まあ、当てただけという、まあ、ここに関してはもう、大野選手の凄さ、えー、っていうところに尽きるのかなとは思うので、 うーんー、なんとも言えないですかね。えー、明日に期待しております。はい、続いて、マルテ選手です。4打数、無安打1三振です。三振、ショートゴロ、ピッチャーゴロ、ショートフライですね。うーんー、まあ大野選手に合ってなかったという風に見るのが正しいですかね。4打席目、谷本選手に変わったところに関しては、まあらしさ、まあ、ボールを見極めてと、まあ最終的にはね、まあいいところに来たボールを捉え損ねたというか、うーんー、まああそこをね、しっかり打てるなら、 いや、まあ、とんでもないパッターなんですけども、まあ、ほんまにめちゃめちゃいい時はファールで逃げてたような感じにも見えなくなかったというふうには思いますが、ま、あま、マルちゃんの場合はね、うん、まあ、そのうち上がってくるやろっていうふうに思えなくもないので、えー、次回ですね。はい、続いて大山選手です。4打数無ムアンダーです。ショートゴロキャッチャーへのファールフライ、ショートゴロファーストへのファールフライですね。 ええと、多分ね、まあ、僕の動画のコメント欄でも、ええー、たぶん y、ah、ニュースとかでも、ええー、大山頑張れよと、ええー、打てへん4番はマジでいらんぞと、まあ、勝ったから、4番が打てへんから勝てへんわっていう人は、多分いないと思うんですけども、まあ、あ頼りにならん4番やな、みたいな感じのこと、ま、ただ言われてるんでしょうね。んー、まあ、ただ、今日、まあ、僕が、あえて、否定させてもらうと、その、大野選手に対してめちゃめちゃいい当たりを打ってるっていうのが、 まあひ ヒットを除く、まあ、ヒット一本で考えるなら、佐藤選手のツーベースヒット以外は、まあ、特別。嫌だ。りっていうのもなかったんですよ。その中で、三、えー、打席目やったかな、ショートゴロの三球目か二球目っていうところで、まあ、レフトに強い、まあ、大きな打球を打ててるので、まあ、そこに関しては、大山選手は捉えられてる。部類には入ってるんじゃないかなとは思ってますが、えー、っと最近気になるのは、ファールフライが多いというか、まあ、完全に詰まらされてるというか。 あの、僕がちょっとコメントで見たのが、そのバットのヘッドがピッチャーに寄りすぎてるというか、向きすぎてるというか、なんか動いて、 ないいいんんでででですすよよね、まあ、去年まだだっっっっったたらそそのの波打つううににタイミングを測っててて最後に振っていくっていう感じだったんですけども今回止まってる、まあ、今回というか最近なのかなバットが止まってて、ずーっと止まってて、で、待って、振りに行くっていう感じなんで、この流れ的なところはなくなってるので、そこがちょっと変わってるから打てないんじゃないかなというふうに、まあ、僕はね、野球素人なので、その、この波打つとかさ、止まってるとかっていうのは、正直、わからないですけども、 まあ、簡単に見て取れるように変わってるので、ちょっとそこがあれなのかなとは思ったりしました。はい、続いては佐藤選手です。4打数2安打です。レフティーのツーベースヒット、セカンドゴロ、ファーストゴロ、ライトへのヒットですね。え、ツーベースヒットびっくりしました。うん、まあ、入ると思ってなかったというか、 その、あ、ヒットになるんや、ぐらいまでの、うん。いや、とんでもないね。いや、マジで。大野選手に対して、そんなに、その悪い印象とか、まあ、大野選手自体が、その、左バッターの方が、割と打たれてるというか、右バッターよりかは。なので、まあ、そこの点見れば、左バッターの方が、まあ、実際打ってますし、まあ、近本選手2安打、えー、佐藤選手1安打、糸原選手1安打、まあ、あのー、あれですよ、大野選手に対してですけども、まあ、そこを考えれば、まあ、左バッターの方が打ってくれてるっていうのは、まあ、当たり前なのか なと思うんですけども、佐藤君はまあ、異次元というか <laughs>、まあ2打席目3。打席目に関してもその若干引っ張り方向の意識があったのかなっていう風には思うんですが、あれ、逆方向の意識がもうかなり強かったらもしかしたら。 打ってるんじゃないっていうふうに思ったりはします。すごいね。<laughs> はい、続いてはサンズ選手ですね。2ラス、ムアンダー、2フォアボール、1三振です。フォアボール、レフトフライ、フォアボール、三振ですね。え、三振に関しては仕方がないと思います。アウトロー、ビッタビタ、あんなん打てへんって。いや、マジで、ボールって言われるよう無理でした。っていう感じなので、これは置いておくとして。え、2フォアボールに関してはしっかり選んでくれてると思います。 特に1打席目のファーボール。えっ、ー、と、ここのね、4球目か3球目のね、まあ、アウトコースの、ボール球,変化球、低めの変化球ですね。そこを振ってしまってるんですよ。まあ、ここ最近三振が多いのが、まあ、低めのアウトコースの変化球をぶんぶん振り回してしまってると。なので、ここをどうにかすれば、まあ、いい時のサンズさんはそこ振らないんですよって。で、ちょっと甘くなってきたところを仕留めるんですよっていう感じで僕はずっと言ってるんですが、まあ、それがね、 ちょっとできつつあるというか、まあまあ、その、不調って言ってもね、その、ここ2試合なので、まあ今日上がってきてるっていうべきなのかっていうのは分からないんですけども、まあサンズ選手自体は、まあ明日ぐらい打ってくれるんちゃうっていうふうに思ってます。はい、続いて糸原選手です。3打数1安打1打点1併殺です。来店のタイムリーヒット、レフトフライ、セカンドへの併殺だって。いやーね、うん、あのー、もう矢野監督の糸原選手に対しての信頼度が、もう分かるよな。 一打席目。うんまあ、その、送りバントはさすがにないにせよ。まあ、エンドランで、で、タイムリーになりましたからね。まあ、中野選手なら、そういう感じにはならないんじゃないっていうふうに思うと、やっぱり、やりやすいのは、一番近本、二番糸原になってくるのかなとは思ったりしますね。その、今日打ってないから中野選手が、その二番向いてないよ、じゃなくて、単純に、信頼度、信用度という点においては、 やっぱり、糸原選手の方が、ま、年数的なところもあるにせよ、いいのかなとは思ったりしますね。 はい、続いて梅野選手です。3打数1安打1打点1三振です。センターへのタイムリーヒット三振ショートゴロという感じです。タイムリーヒット先っぽだったんで、セカンド取られるかなと思ったんですけども、抜けましたね。さすがです。得点圏打率トップですね。え、とんでもないですね。えっと、まあ、その、オリンピック代表のね、青柳選手、え、そして大野選手っていうところの投げ合いで、まあ、受けてるのは、え、オリンピック代表のキャッチャー、え、梅ちゃんですからね。え、そこはね、まあ、 あんま関係ないと思いますけど、まあ個人的なファンの意見としては買ってほしいなっていうところもあったりするので、まあまあ買ってくれてよかったんじゃないかなと思っております。えー、まあ、失策ね、一個あった、まー、あ、悪送球なんですけど、あれキャッチャーの悪送球ってなるとね、ちょっと可哀想やんなとは思ったりします。 はい、続いては青柳選手列2打数無あに三振です。三振三振ですね。1打席目がバント失敗での三振。まあ難しい場面です。ワンアウト二塁一塁という場面からツーアウト三塁二塁にするというね、バント。まあ非常に難しいんですけども、 うん、まあ、決めて欲しかったなあとは思ったりしますが、まあ、しゃあないというふうに思っております。はい、最後ですね、北条選手です。1打数無安打です。ショートグロですね。うん、まあ、これに関してはしょうがないかなと。まあ、変わらんかなと思ったんですけども、うん、まあ、変えできましたね。まあ、岩崎さんが良かったというところもあったりしますが。 はい。というわけで、投手陣見ていきましょう。本日投手、青柳投手、岩崎投手、スワレス投手ですね。青柳投手、7回投げて91球、4安打3三振1フォアボール、1失点です。いやー、すごいね。いや、ほんまにすごいね。 いや、何がすごいって、もう安定感抜群やし、この1失点っていうのを、ま、厳密には実績ロらしいですね。しかも、防御率今、トップ1.96らしいです。いやー、なんか、言うことないよな。あの、ここまでうまく行きすぎてる青柳さんって、怖いよな <laughs>。いや、嬉しいんですよ。嬉しいんですけども、あの、ま、阪神が今シーズン調子いいというところも含めて、阪神ファンは、その、うまく行きすぎると、怖くなるんです。 いやまあ全体とは言わんが、僕は怖くなるんです。なので、ちょっと怖いんですが、青柳さん自体はいいピッチング続けてくれてると思います。えー、ただね、その3回のと中日さんの、えっと、大野さんの時か、フォアボール出した。 ね。そこから崩れまあ、崩れたって言っても1失点で止めてるので、これを崩れたと言うべきかって言われたらそうではないんですけどもあそこからちょっとおかしくなったかな。まあ、その後の大島さん取って次のイニングでまあ、糸原選手が取ったんですけども。まあここはね悪送球というか、まあ、内野安打にはなってるんで、まあ,あれはね。そのアウト取ってほしいな。という部分も少なからずあるんですが、まあ、取って。まあちょっと回転したので難しいという風に取れて。 まあそこから悪送球繋がって、ショートゴロで1点という感じだったので、まあまあ、崩されたという風に見るべきではあるんだろうなぁとは思うんですけども、そこから大崩れしないと。まあヒットは打たれたりとか、そういうことはありましたけども、しっかりとゼロで帰ってくるっていうのはね、ほんまに素晴らしいですね。本当に頼りになりますね。まあ、アメヤギさんというところではあるんですけども、ドームなんで関係ありません。 はい、続いて、岩崎選手です。一回投げて14球無安打、2三振無失点です。ストレートが戻ってきた。うん、最後の大島選手への、まあ、ボールっていうのはスライダーだと思うんですけども、えー、それ以外のところで、えー、ストレートのキレが戻ってきた。もうこのキレが戻れば、岩崎さんはもう岩崎さんで入れるので、えー、次回も期待しております。はい、最後ですね、スワレス投手です。一回投げて10球無安打、1三振無失点です。えー、スワちゃんに関してはもう言うことない。えー、22セーブ目か。 まあ、トツですね。いや、凄す,すぎるわ。うん、ほんまに凄す,すぎるわ。まあ、あのー、早い段階からね、その、ポンポンってうちに来てくれてるし、まあ、うちに来てくれてはいるんですけども、9位で押せるというところもあったりするので、スワちゃんに資格はなし、というところですね。 はい。というわけで本日は6月22日、阪神 VS 中日の試合について語らせていただきました。いや早かったね。えー、っと、5時45分から始まって、8時半前には終わってるからね。すごいね、早いね。いや、まあまあ、そのね、あんま別に早いからいいやとかさ、遅いからいらんわ。まあ、遅いからいらんわはちょっとあるかな。まあ僕に限らず、そのね、球場に行ってる方は帰れへんやんっていうことはあるかもしれへん。 っていう感じはあるんですけども、まあ、基本的にはね、早く進んでるゲームっていうのはね、まあ、投手戦でいいゲームっていうところはあったりするので、えー、明日もね、えー、勝って、連勝というところを目指していただきたいなと思っております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要いい欄の方に Twitter と Instagram のリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。